今月は、この大会が終わったら、すべてじゃないですけど、自分の時間も作りつつ、同期との、時間を、取りたいなと思ってます。仕事を、以外にも。今かなたがね代表みたいな感じで4期の曲を作ってくれてるので、その曲を聴けることを楽しみにしててほしいなって思います。すごい歌詞とかも共有してもらったんだけど、すごいねフレーズが良くて完成するのが楽しみです。あとはね、とはね、4期とあとまた後で告知するんですけど、あとはちょっと、4期生と、他のほのめを誘って、ゲームしたりと、あと、ちょっと前からね、やり残したことがあって、前からで、最初に、デビューした時にマインクラフト4期生でやった時に4期生のお家作ろうみたいな話をしてたんだけど、そのお家を作ってなかったので、それをちょっとやりたいなって思ってて、そうなんでちょっと同じ配信とかが増えちゃうかもしれないんですけど、温かく見守ってくれたら嬉しいなと思っております。あとは、個々の意思を尊重したいと思います。この面みんなここのことが大好きだから、ここも同じでホロメンのことが大好きだから、コメントはいつも通りだ。ホロメンのことを応援してくれたら一番ここもこの面も嬉しいんじゃないかな。トラはこれぐらいかな。深いことは本人が言っていない以上トラは何も言えないから、楽しく配信してほしいっていうのが個々の願いだと思うから、とは今みたいにやれるときに、ちゃんと気持ちが乗るときに配信して、元気よく楽しく
トアのことを大事にしながら、みんなのことも考えながら配信をしていきたいなと思っております。トアが楽しく配信しているところを見てほしいですということで、本当切り替えてスーパーチャットのお礼をしたいと思います。いつもありがとう。